お仕事の帰りに暁さんのお兄さんが遊びに来てくれました。マンホームから取り寄せた珍しいドリンクをアリア社長に持ってきてくれたんです。これを飲むと狼のようにワイルドでたくましくなれるんですって。そこで今夜、男らしくなった姿を見てもらおうと、アリア社長の同業者である姫社長とマー社長をアリアカンパニーにお呼びしています。アリア社長の華麗なる変身、私も楽しみです。アリア・ジ・オリジネーションドラマ CD 第2巻ナビゲーション4社長図、月に向かって吠えろ。わーお、ファイティアー、あ、マー社長、アリア社長のもちもちポンポンはお月見団子じゃありません。こちらアリアカンパニーのテラスです。このドリンクには月に吠える狼のイラストの入ったラベルが貼ってあるんですよ。効き目がバッチリありそうです。でも残念、さっきまで出ていた満月が今は雲がかかっていて見えないんです。パパパパイキャパパパ、あ、はい、今キャップを開けますね。よっと、どうぞアリア社長。パイキャパイ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 。腰に手を当てて一気に飲み干しました。なんだか男らしいですよ、アリア社長。ポイチェ、はい、声が渋いですよ社長、もう効き目が。バイバイ。おえおえ、まあポイチェバイ。おお、今度は凛々しい感じが。バイバイポイチェ。うわー、今度はなんだかワイルドな魅力が。なんと、もちもちポンポンが引っ込んでます。効き目抜群ですね。ふぃー、ひ、姫社長の瞳が夢見る乙女のようにキラキラと輝いてます。好感触ですよ社長。バババイジャバ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 ババイ。これはもしかして姫社長のハートをわしづかみ。ババイチェババババイチェババイチェ。まあ、あ、あれれ、まあ社長にはワイルドな魅力は不評のようですが。ああ、今雲が晴れて満月が顔を出しました。ドリンクのラベルと同じ状況に。これでますます男の魅力が。月明かりを浴びた社長の毛並みが心なしか逆立ってきたような。もしかしてこれは本当に狼に変身できるドリンクだったのでは。おいしょおいけーわ、どうしましょう。おいけーわーい、あれれ、その叫び、いつものアリア社長ですよね。おいけーマー社長、もちもちポンポンから離れてください。ババババイジュ、あの、アリア社長、ババババババイジュバイ。え、本当に狼に変身できると思ってたんですか。バイはひーババイジュババイジュ。社長が愛想をつかしてさっさとお帰りに。でもでも、アリア社長、私は
社長が狼に変身しなくてよかったと思ってますよ。ブギュアヒブブブブギュ。あ、でももちもちポンポンが引っ込んだワイルドな社長もかっこよかったと思いますけど。ブギュ。やっぱりもちもちポンポンは引っ込めた方がいいと思います。今度ダイエットドリンクを取り寄せましょう。